蒲田キャンパスの学生ラウンジは、大学、専修学校では初となる、環境省省エネ証明デザインモデル事業に採択された施設なんです。約1200平方メートルを7つのエリアに分け、人感センサーを設置。外交をキャッチして調光する明るさセンサーのほか、 ラウンジの照明には主に LED 照明を使用し CO2 削減量約51%という効率的な省エネを可能にしているんです。